やるか。やりましょうか。とりあえずストーリーつけとこう。あれ、どこだっけ？メインのやつは？出撃連か。これか。いや、やろうやろう。梅桃さん、こんにちは。ちょっとサムネ作ってみたよ。どうかなーと思って。さて、一つ柳隊の諸君、今日集まってもらったのは他でもない徳方ヒュージの件よ。何か分かったんですか、茂木い様。やー、今日も暑いね。うむ、わしも気になるぞ。かわいらさしいま、サムネ自で分す。の工房にこもって一なんかち人ょうでぼどーっとやっ今て日のるのかさ、な。午前中にさ、ちょっと研究に没頭午しす前ぎ中じにちゃっょっとやったて。じゃん。寝食で、はその寝時にガチャ回して、食が休児のことで、はそれでバッ当たっチたリやよ。つを切り抜いて、背景つ実けに茂て、木コ様メンらトしついけですた。わね。そう。運転じゃ。わざわざ切り抜いた。じゃ、そん背な景目に立つ褒方めがいいないかでなとよ。思って。照れちゃうわ。褒めてない。それより茂木様、徳方ヒュージのことをお聞きしても。こないだグロッピが現場でサンプリングしたデータをもとに私の方で解析した結果、とある反応をキャッチしたわ。あの徳方ヒュージの反応ですね。ちょっとこの仕事とかでは、が、学校が終わあのヒるュージがどここのに時出間現す帯るどうのかかなと思っわかるのてかしら。手をかけてますね。もう分まあかる人しか分落ち着かんないてと思うけ寝て。どね。そう。残念ながら検知した反応は非お、常背に景微弱。違うぞって思う人多いかも存し在れすない。ることは分かっても具体的な場所を特定するのは不可能ね。存在するのに分からない。そんなことあるんですね。でももし近くにいるのが分かるんだったら、その辺りで待ち伏せすればいつかは見今つ日のけコられメまンすトよね。人数27人だ。待ち伏せって。今日日付変わってからの。そうよ、リリさん大正1日で、解。景品としてジコャメントのンピミッオショケンーラはを指名し達成まできしるんじゃない？ょう。え、それだけでもでかいよな、やっぱ。どういうことなの、モーユ。いつ現れるかわからないヒュージを待ち伏せだなんて。いくらなんでも非効率すぎるわよ。もちろん、ただ指をくわえて待ってろってわけじゃないわ。第一、前回の戦闘では全く歯が立たなかったんでしょ？このまま再戦したところで同ガじチの結果人にになはるんじ分かゃると思ない？います。私は分かりません。確かいにや、分からな。んよね。ヘルボルの連中も一緒そだったのに散々な結果だったからう。パッな。と目についた。で、このキャラをで一も応使っとるからさ、次こそは何とかします。これでいいかとで思っすよね、皆さん。て。特ち定してめももさん、ご強きくげて。んよう。前回は徳方以外のヒュージも多く、ノインベルト戦術が使えなかったのは大きな誤算でしたわね。今度はきっとうまくいく。よろしい。モチベーションの方は問題ないようね。ではあなたたちには徳方ヒュージの出現に備えると同時に戦力増強のため強化合宿を行ってもらうわ。強化合宿じゃと？一応なんかなんで萌様がそんなこと言い出すのじゃ。今週も C1 ちにろん上が決めたのるはガーデンによ。はってちょっと考えてみ私たんはよ。そうね、現そ場したから行くっら、てところかな。まあ、先週8万もう7000ポいいインや、トくらいが満足。C2 の考えただけでゾッとする合宿じゃない。昇格目安だったんだけど、大だ丈から夫、要は強く9なって万あよ。ればあなたたちにやる気を出してもらう世ほぼ界上がれるなっガーて思デンっはあるわ。て。今回合そう、宿9に参万あれ加ばするほのはぼ上あがれなたるたなちっだて思けっじゃないて。の。ん特で、別ゲストを紹まあ、結介果しかまらしょ言うと、金、土、う。日で1日1万ずつ、増やしていけば9万くらいだっごた。きげんよう。一つ柳隊の皆さん。何？エクストラポイごントきげ取んれよるう。として。お週出かけ末イのベ予ン定トはない？3000、ウィークリかなこ様？ー、ごウィーゆクりかリーけ様も？の3ノイン万ベルトのと、二人があっプたラの本当ス、に？7モーユ、万5、特別ゲプストラってもス、しかして。
ウィークリー達成するためにあと7000コイン分のギフトじゃん。だから多分7000ポイントそこで詰めるはずなんよ。なので、達成した時点で4万ポイントが詰める。あ、週末イベントが見当たらない。週末イベントなかった。あ、今さ、ミルダムライブナウっていうのが明日の夕方5時から始まるっぽいんだけど、これなんかな。ちょっとまだ開いてない。さっき気づいたんだけど違うな違うな、これ。あ、いや、 B チーム B2 から C3 になってる。これっぽいな。あ、これだわ。エクストラポイントもあるわ。うん、これだわ。参加ボタン押しとこう。ミルダムでライブナウってやつ。落ち着きなさい、リリ。私もカズハの仲間に会えるのは楽しみだわ。ですよね。強くなりましょう、カナオ様。私たちの手で。追い込みパーティーは来てます。当然です。でも今2万ポイントくらいだろ。あ、今2万ポイントってか、もうやってれば2万ポイントいくじゃん、今日。んで、3万ポイント入ったら合計5万じゃん。で、週末イベントの3000ポイント入って5万3000じゃん。んで、あれ。ウィークリー達成するためにあと7000コイン分だから、それも入れば、7000ポイントくらいだから、ちょうど6万ポイントくらいになるはずなんよ。だからそれ以外で普通にこの配信で貯めるやつ、貯めるポイントで合計3万ポイントで9万くらいいくか、9万いく計算になるから。ももっこさん、ごきげんよう。コメントありがとう。週末イベントはそんな感じだな。新しい企画です。そうみたい。この夕方の時間帯どうかな。一番右下のやつ死んでんな。いよいよ敵がもう強くなって、いや、これ終わる、これ負けるな。あれ生き返らせれんのかいね。終わったわ。これリタイアでいいだろ。敵が強くなりおる。メモリアを強化した。はい。マギを宿すことでチャームは強靭になるわ。強くなるには日々の鍛錬を欠かさないことね。どこであれす、この画面どこ、強化売却の画面か。え、何をどうすればいいんだろう。あ、これ使ってやればいいのか。これ今やってんね。装備中だよね。全振りしていいのかな。やばいんかな。強化完了。50になった。
今ちょうど50になったかな。そんなことある？使いすぎたかな今の。元 RB さんで失礼します。どうぞ。ありがとう。このあと素材アイテム素材で強化。アイテム素材持ってないんだ。これはおすすめ選択、これでいいか。多分なんか弱いやつ自動で選んでくれてるんでしょうね。多分そういうことよね。アリシアさんのダイエットクエストさん、コメント紹介失礼します。おー、ありがとう。コメント書いていただけるだけでありがたいっす。今のはスキル強化素材、レベルが上がるやつとスキルが上がるやつ別なんだ。やっぱりこっちにやらんといけなかった。これでいいかな。はい、スキルをな、強化完了。これでいいかな。全然関係ないやつめっちゃやっちゃったな。てか星5のやつやった方がええやんな。星4のやつ一生懸命育てよう。多分これで強くできるんだ。だからレベルとスキルが別々の感じなんだね。やべ、全然関係ないのに使ってたのさっき。もうおすすめがなくなった。これでいけるかな。だいぶいらんことしたぞ今まで。編成このままでいいの。自動編成、これでいいかな。これでいけたんかな。お、ちょっと強くなった。ここで行ってみようか。フリアンさんごきげんよう。コメントありがとう。実践あるのみってお姉さんが言ってました。行け。勝つんだ。行けるか。さっきやられたからな。こんな序盤でつまずきおったら続かんよな。硬いな敵が。タケデスさんごきげんよう。コメントありがとう。じゃ、この後ろのやつ、後ろのやつ死ぬ。これウェーブ3まであるよね。1でこんだけ手こずっとったらやばいよね。ティルスさんごきげんよう。コメントありがとう。やっぱ絶対死ぬ。やばい。やばい、後ろのやつ死ぬ。ノーネームさん、コメントありがとう。後ろのやつ死んだんだけど。やばい。いや、これ勝てない。だってまだウェーブ3があるもんね。だって、どんどん攻めるぞ。もうちょいだけど、
持たんだろこれは。どう考えても持たんぞ。トッキーの指さんいらっしゃい。クルミさんコメントありがとう。サダモディさんからごきげんよう。トッキーさんデイリー紹介失礼します。ありがとう。やべ勝てやばいやばい死ぬ死ぬんだけど。どこで失敗しちゃったん。死ぬよ。これ強化できるもんあるんかな他に。ユーザーさんコメントありがとう。コメントって略して KM なの。なるほど。そういう略し方があるの。説明するわね。やって損はないわね。進化か。用意したわ。メモリアを用意しておいたらしい。はい。進化するためには進化素材とコインを使う。それだけじゃなくて進化対象のレアリティによってあらかじめ決められたレベルまで強化しておく必要がある。うん、すごい。進化素材とコインも用意しといたからサクッとメモリを進化させてみよう。進化したらどうなるんだろう。チャームは星4まで進化させるとカスタマイズできるようになると。なるほどね。チャーム、あーこれでなんか星3だったやつが星4になったってことかな。でいいのかな。あらあらこれは進化か。チャームの進化は使用できません。オーダーある程度までいかんとダメなんだ。このままいってもでも勝てないんだよな。推奨戦闘力10000、どうさっき8000いくらって出てたかな。宇宙メモもさんいらっしゃい。総戦闘力必須装備枠。あ、この辺装備してないからっていうこと。こいつこいつ全然まだ分かってないんだよね。これ今装備してる状態ってことよね。オーダーっていうのは持ってないんだ。あ、オーダーとサブオーダー、メモリアとサブメモリア、そしてチャームがあるんだ。必須装備枠。でこいつらも今みたいなのできるってことかな。サポートリリー、こいつらはこいつらであるんやな。あれ強化の画面どこ行った。ユーザーさんいらっしゃい。サウミさんいらっしゃい。ユーザーさんごきげんよう。ネプテューヌさん、笑顔。サウミさんごきげんよう。コメント失礼します。コメントありがとう。もうデイリーも消化していってくれ。ちょっと強くしていかんと、これもう、これ以上いかれんくなってるぞ。強化売却のところで、さっきの画面だな。限界突破まだなのかな。説明するわね。覚えておいてね。限界突破するとレベルの上限が上がってさらに強くなる。まあ、まだ早いのか。早速やってみましょう。状況に応じて使い分けてね。2つの手段で限界突破ができると。エイトペイさんごきげんよう。コメントありがとう。使
今回は同盟のメモリアを素材として使う方法を試してみましょう。はい。メモリア素材で限界突破。同盟のメモリアを素材として使うときは、限界突破したいメモリアを最低2枚以上とコインが必要。1つのメモリアに対して最大4回まで限界突破ができると。ほう。はい。なるほどね。まあ、この辺は原神と一緒じゃわな。原神の突破と一緒じゃわな。なるほど。じゃあ、この辺も、じゃこの2章、星5のやつが、これめっちゃ限界突破できるんじゃない?メモリア素材で限界突破。え、いいのかな?星5のやつこれ全部限界突破に使っちゃって、いいんかな?ちょっと待って、今わからんうちにいらんことすま。怖いわ。星4とかならいいか。星4ならいいよね。何回限界突破したかとかってわかんないのかな。いいんかな、怖いな。でも星4なら最悪いけるやろ。最大が上がるだけだよね。最大が上がるだけだから、どこまで読んだっけ。メインは電話かかってきて落ちました。了解です。ユーザーさんごきげんよう。ユーザーさん、あこんにちは。ロディさんごきげん、ごきげんよう。あれ、マリアさんごきげん。この子でも入っておきます。ありがとう。その配布メモリは強くないし大丈夫です。 ありがとう。間違ってないし。なるほど、この辺はいいんだ。この辺は、なるほどね。あ、これかな。こいつもじゃあ行っちゃうか。全くわからんね。これでいいんかな。はい。ユーザーさんごきげんよう。コメントありがとう。キワユートさんいらっしゃい。強化で装備してるやつはとりあえず強化しとかねえけどな。でも多分もう素材さっき多分全部使い切ったよな。なんかキャラクター、あ、なんかスキップチケット、多分すぐ使わなくなると思う。配布は弱めなので。なるほど。レアリティに騙されちゃいけんのだな。この辺に関しては本当、なんか、理解したら大丈夫なんだろうけど。なかなか、あ、最初もこれしかできないんだ。装備中のやつをあれした方がいいのかな。あ、でもおすすめ選択でパッと使えるやつはもう全部使い切ったんだ。これ1って、あの左上の2番目の1って書いてあるのが1回突破したっていうことか。多分そういうことやな。初期の配布の星6より星5ちゃんと育てた方がスキルは強い。へえ。全く分かってないな、これ。ちょっと普通に行ってみよう。イベントに行ってみよう。え、これなんか、いけるんかな?あともう、ん?終わるなら早くやっとかんといけんのか。みんなといること、
またサイドストーリー的なやつかな。マディック部隊。セーランさんごきげんよう。サイドストーリー的なことか。これはあれなんだね、音声ないんだね。たけのこ TK さんごきげんよう。コメント見ながら音声を聞く感じでやりたいのにな。事件の匂いがするな。イベントシナリオ結構長い。スキップでノーマルクエスト終わらせてから後から読んでもいいかも。あ、そうなの。なんかスキップ、これいいの。あ、これでいいの。まあ、気になったら後で読めばいいと。別に話わかんなく大丈夫ないの。まあ見ようと、わからなくなったら後で見たらいいってことよね。メニュー、ストーリーから読むことができます。気になったら読めと。あとからでも読めるんだ。じゃあもう問題ないね。問題ないっすね。お、これが戦闘か。コンティニューせずにクリア。メモリアスキルを1回以上使ってクリア。残り時間1分以上残してクリア。え？ユニットが選択されてない。あれ、これいちいちまた選ばんといけんの？適当に選んでいいのかな。敵を長押しすると弱点とか分かります。そうなんだ。キノピーさんコメントありがとう。急な顔して3がボスがやってくるところか。 こいつは言うて雑魚よな。さっきのクエスト入り口画面で長押し展開ですね。そういうことか。いろいろあるんだな。マギジュエルもらったわ。何これ、コイン的なやつもらった。これでもサクサク進めていったらいいのかな。あ、戦うところに来た。あ、これここ、え、あ、本当だ。属性が風だから炎で攻撃したらいいよっていうことか。バスター種アニマ型はディフェンスが高い。 SPATK って何？スペシャルアタックかな。メインで戦おう。
らしい。このまま行っていいかな。お姉様は私が。あ、スクールサンデイリーどうぞ。ありがとう。特殊が弱いとか通常が弱いとかわかります。特殊が弱いとか通常が弱いとかわかるの。全然なんか内容あんま理解できてないんだけど、ね、でもいよいよなんかちょっと理解せんと進めれんくなっていくよ、ね、だんだんと。村山さんコメントありがとう。アニマのアニマが硬いな。弱点とかが、弱点を狙っていかないといけないよな。これもお姉様との特訓のおかげです。特殊は魔法、通常は物理って考えると分かりやすいかもしれません。例えですけど、そういうこと。で、特殊は、炎とか風とか水の、あれってこと？で、通常物理攻撃、普通に。殴ってダメージ出す、その感じか。なるほど、分かりやすい。モサレリックさんかな、コメントありがとう。話だけの時もあるんだな、じゃあこれ。特殊にも通常にも、あ、特殊にも通常にも属性はあるんだ。はあ、なるほど。あ、そう、また、あれ、俺が考えてるのと違ったんだよ。特殊にも通常にもあるんだ。まあ、攻撃の種類が違ういうことか。弱点属性。ファング型ルレット種は1体から4体にランダムで攻撃してくる。ルレット。風属性ですね。範囲攻撃。範囲攻撃1。攻撃速度が速い敵ってことかな。非属性魔法、非属性攻撃みたいな。あー、なるほど。なるほどね。弱点に当たるとでかいな。カナリンリンリン、カナリンリンリンさん、コメントありがとう。今、新規さんって珍しいですね。そうなの？なんか、ミルダムで、普段原神めっちゃやってて、んで、なんか、おすすめされたのと、
今イベントやってるじゃん。だっけ、普段なんかスマホの配信ってやんなかったんだけど、全く。あ、この機会にちょっとやってみようかなと思って、そう。始めてみた。もう完全に新規だな。昨日の深夜くらいに一回テストでやってみて、で、なんかスマホの配信だと、普段、プレステの配信やってるから、普段となんか設定が全然違い、すごい戸惑った。なんか音量 BGM がめちゃめちゃでかくて、普通にやったら、でなんかいい方法ないかなと思って一晩試行錯誤して、で今の状態。なるほど、ミルダム勢って感じなんです。そうどちらかというと配信をもうずっとやってて、でアサルトリリーをやり始めたっていう感じ。そうなんやな。でもなんかずっとアニメ見てるような気持ちでやれるね。自分 YouTube でラスパで初級者講座出してます。すごっ。いや結構需要あるかもね。ちょっとやり始めた人には若干難しいよね、なんかそのこの感じが。だからアニメ好きでその流れでゲームもちょっとやってみようかなって思った人にとっては、ちょっと若干ハードル高いのかもしれないなと思う。ガチャのところとか原神似てますね。確かに。でもやり方によってダメージめっちゃ出せたりするんだろうな。だんだん育てていってさ。ナノハコラボがあさってくるので、ナノハコラボ新規向け超初級者講座作ろうかと思ってるところだと。ああ、いいかも。めちゃめちゃ需要ありそう。いいね。でもどんどんやっていったらいいんだな。なんか AP が溜まり続けるんだけど、どっかのタイミングで足りんくなっていくんじゃろうけどな。一つ柳隊のリーダーとして頑張ります。だんだん敵も強くなっていくんだろうな。カミネイツさん、こんばんは。ちょっとこの夕方の時間帯にやってみてるよ。アリスト・イルミ・リンダースさん、ごきげんよう。このゲームコメントくれるからいいね。ありがたいね。ちなみに編成は全員にしか配置できない衣装と公演にしか配置できない衣装があります。そこが最初迷うところですね。ああ、そうなんだ。その衣装によって違うんだ。それ確かに全然把握できてなかったな。とりあえずオートでおすすめで全部やっていってるからさ、今のところ。やばい、もうそろそろ死にそうだな。これ死ぬな。後ろのやつ死ぬな。これ、勝てないな。これウェーブ何本よ。ウェーブ1だろ。これ勝てんわ。あ、ユーザーさんコメントありがとう。昨日 PC で入れたはずなのに入ってませんでした。なにこれ。
アサルトリリー。相手もやるわね。序盤は回復2枚入れるのがおすすめ。回復リーダー失格だよ。あのキャラ、ん ?2 枚かその回復2枚のその2枚のそのな、それがちょっとよく理解できてないわ。ユーザーさんコメントありがとう。アサルトリリーです。昨日 PC 入れたはずなのに、インストールしたはずなのにできてなかったってこと。どこでやったらいいんかいね。マギを宿すことでチャームは強靭になるわ。編成を組むところで、アイセブン。ハートマークの衣装が回復種別です。ハートマークがついてるキャラクターを、2人入れて戦ったらいいことやな。なるほど。どこでやんの？編成よね。これでやるんかな。ユニット変更。ご機嫌よって言ったらよかったですけど、まあまあどっちでもいいよ。やっぱすごいな。なんか、なんて言うんだろう。コメント書く日とかご機嫌ようで、こう統一してるというか。クエスト入り口画面、クエスト入り口画面、ここここも見てんかね。ここか、これか、これか。あ、なるほどね。ここで、結構、2人持ってないんじゃない？もしかして。まだもうちょいガチャ回せるんよな。ガチャ回したらいいんかね。そこ？ご機嫌ようでいいの、それ。ご機嫌ようがいいっすよ。皆さんご機嫌ようというので、アサルトリリーの時はご機嫌ようって言った方が良かったかなと思ったので。紳士だな。回してもいいかも。回してみようか。いや、なんか普段ね、何のゲームやる時にもアドバイスなんかいらねえぞ、俺は俺の感じでいくぜみたいな感じでやっとるんだけどさ、これに関してはマジでわからん。マジで。で、このガチャ一つ取ってみても、このいろんな種類あるでしょう。これおすすめある？どのガチャがええよ、言うて。4400だから、2回回せんのか。ユーザーさんいらっしゃい。ごきげんよう。とりあえずこの辺は引いてみた。これあれなのかな、ピックアップなのかな。通常前衛ガチャ、特殊前衛ガチャ、回復ガチャない、回復系キャラクターガチャないの。前率 5%、 あ、違う、確率 5% ガチャがいいかな。確率 5%、 確率5%はどれだ。これかな？これかな？これ確率 5%、星5メモリア出現率 5%、 11回ガチャを各5回引ける、この辺かな。あ、この辺どれもあれか。この辺どれでもいいんだ。今だと水着かポジション別が 5%。 水着かポジション別、水着かポジション別、
あ、これ星5メモリアを見つけ出すとのメモリアのみ排出。あ、5%、これっぽいな。他は 3% だから。グッサンさん、コメントありがとう。これっぽいね。他のは 3% なんだ。あー、なるほど。他のは、あ、そういうことか。通常 3% なんだ。これでいってみようか。多分これのことやな。いけいけ。さあ、ルーンの解析を始めるわよ。シャーサーシャーさんいらっしゃい。これで完了っす。コメ失礼します、ありがとう。PC 無理だったのでタブレットでインストールしたかったんですけど、インストールできませんでした。できなかったの。ノインベルト戦術見せてあげるわ。激アツ演出が。戦うことは怖いけど、どうしても守りたいものがあるの。みんなの力、私に貸して。美少女が大きい武器を振り回す萌えみたいなのあんのかな。ノエル、原神のノエルもここ入れるよね。星5来たで。見すぎこすなほこえ。お、おめでとう。いい、ええやつ。ええやつ来た。ユーザーさんごきげんよう。あ、回復？回復だったんだ。やった。ウェイ。あと、これさっきのやつじゃね？回復のカナホ出た。お、回復だね。回復マークあるね。メモリアメダル、チャームもらった。じゃ、回復のカナホを使えばいいのか。回復いるよな。死んじゃうからな。このままもう、あ、突できるから、ありあり。もう突していいの？さっきのやつよね。整理整頓はできてる？私は苦手だな。じゃあどうさ、いらっしゃい。カナホと、ユーユーだったっけ？の2枚で、カナホとユーユーの2枚でいける。あ、戦闘。これもいいのかな？あと、キャラを強化して。そうだね。キャラ強化せんとどうもならないよね。で、さっき俺適当にさ、これいいのかな？適当にあの、強化に使えるメモリアを、普通になんかざっくり使っちゃったんだよ。あ、でも今手に入ってからまた使えるのか？2枚回復。あ、でもこいつとか、これも回復っていうことなの？これ今見てるのがキャラクターってことよね。メモリアレベルだけ上げて、衣装のレベル上げない初心者が多い。メモリア、ああ、いやでもそうかも。衣装のレベル？
衣装のレベル？こいつとりあえず育っ、あ、あれがないのか。これおすすめで選んでたらいいよね、とりあえずね。キャラ衣装は別。それはメモリアです。キャラ衣装は別。キャラ衣装？これはメモリアです。ああ。この辺？これってこと？そこはおすすめで OK。 あ、これ確かに。基本もう全て振り分けみたいなことでいいんかな。10分の3。あ、確かに。なるほど、メモリアのレベルのやつとこのキャラのがもう別ってことなんだな。それでいい。これでいこう。ユーザーさんいらっしゃい。ごきげんよう。ごきげんようなのじゃ。ごきげんようなのじゃ。使うから、使うやつから優先的に。なるほど。ごきげんようなのじゃ。レベル上げとるんじゃ、今。じゃあ、そいつを使えばいいんだ。これ行ってみようか。なんかもらえる。マジでなんかいろんなゲームやっては来たからさ、なんか大体わかるだろうくらいで思ってやってるけど、ちょっと理解するのに時間かかるな。もう一個向こうの画面やな。この向こうやな。ここで、こいつを、あ、これ外さんといけんってこと？サポート、編成。お前外れてくれ。こうか。これでいいかな。こんな感じかな。ふみ下げて。ふみ、え、誰がふみ？これ、今合ってる？こいつふみだった？あれふみだった？あれふみでよかった？クエストはだいたい、声は、かなほと、ゆゆの2枚回復でいきます。あ、じゃあ、揃ったか。ちょっとこれで様子見てみようか。ちょっと様子見てみようかな、これで。私が守ります。リリ、気を引き締めていくわよ。ちょうどお姉さんもおるけよかったね。えいや、みんな、行くよ。回復大事だな。ルナティックトランジャー。どんなもん？後ろのやつが回復してくれようなのか。300くらい回復しようか。手当てするわ。びっくりした。今13,022くらったんかと思った。回復いると、あー熱いな。2人おると熱いな。
だいぶ食らっとるはずだけど、回復が結構追いついとんな。二人いるね。確かに。一人だったら全く追いついてなかった。カナホのレジスタは強力ですので便利。レジスタっていうのは回復するやつってこと？めちゃめちゃ回復追いついてるもんね。回復大事やな。レジスタは全体バフ、全体をこう強くしてくれるってこと？でもなんかちゃんと全部理解したら楽しいんだろうな。まだなんかあんま理解できてないからさ、なんかこのなんていうの、ざっくりやってるけどさ、一個一個こうちゃんと分かっていったらね。ユーザーさんコメントありがとう。なんか懐かしい、あのファイナルファンタジー世代だからさ、なんかこの感じすごく懐かしく感じるんだけど。いや回復強いわ。ユーザーさんごきげんよう。もう回復なかったらとっくに死んでるもんな。あと戦闘のリリオ、メモリアちゃんと装備されてなかったから次から気をつけてください。メモリアを装備してない、それはまずいね。戦闘のやつ、枠が空いてたのでもったいない。確かに。ちょいだ。ウェーブに行けるかな。回復が追いついてる。あ、タイムアウトもあるんだ。あー、タイムアウトっぽいな。あ、なるほどね。時間あるね。そうか。やっぱそして強えな。うわ、強い。やっぱ死ぬ死ぬぞ。そして死ぬぞ。うーわ、やられた。お姉様、ごめんなさい。ジャームのことを知りたいなら交渉課にいらっ。もう一回あれ引いたらいいのかな。あともう一回ガチャ引けるからさ、さっきのあの 5% のガチャを引いてしまった方がいいかな。んで、なんだっけ、メモリアを、メモリアを装備するのって、もうあの前の画面じゃないと装備できないってことかな。でやるときに装備せんか。徐々に強化。前衛のメモリアと衣装も徐々に食おうかね。そこでも大丈夫。アサルトリリーってマルチプレイってできましたっけ？わかんない。どうなんだろう。
できるのかな。ここでもいける。あ、これか。こういうことか。ここか。これ自動でいいのかな。あ、ほんとだ。見逃してた。確かに。枠空いてんのマジ無駄よな。さすがにそれは、その無駄さ加減はさすがに分かった。マルチあるんだ。へぇ。1時間経った。ちょっとデータ取ろう。ちょっと待ってね。これミルダムのデータ取るわ。ダン・アサルトさんごきげんよう。コメントありがとう。ちょっとデータ取ってきますんで、少々お待ちを。21,401。ミルダムのね、配信者ランクのね、ポイントね。ポイントのデータをつけよるんよ。21,401。え、この1時間2391。やば。マジ？やば。17次第だったな。6の。え？2391だとやばいぞ。37001の20654、20654。この1時間、違う、昇格目安マイナス15,600、降格プラス747。ウェイ。もう一個の方行ってみようか。こっち行ってみようか。簡単な方だったら多分行けよ。すごいです、すごいね。昨日までマルチの対人チーム戦やってましたし、大人じゃないマルチイベントもあります。大人じゃないマルチイベント、対人じゃないマルチイベント、さっきの5時ああそういうことか。対人じゃないマルチイベントもあるんだ。みなもさんいらっしゃい、ごきげんよう。翔さん、コメント紹介。あ、どうもどうもありがとう。コメント紹介、助かるで。助かります。どんどんやっててくれ。配信者からするとね、助かるんよ。マジで。コメント、消化であれね。非常に助かるから。これでいいんかな。で、ここで、こいつと、こいつと、こいつでいいのかな。順番関係ないよね。大丈夫ね。これでいこうかな。マリアさんいらっしゃい。コメント人数今日70人。やば。あ、なになになに、え、ちょっと強っ。え？どうした、え？なにこれ、なんなん、どうしたんこれ。これなんなん、ちょ、なんもわからず言ってみたけど。強すぎん。YouTube 勢でミルダム勢じゃないからコメントのありがたみが今一つわからない。確かにね、見てなかった。一瞬、え、なんなん、あんなことあるん、このイベントのさ、右側のグランドフィナーレチャレンジバトルソロイベントってやつ。やべえやつ。強え、やべえやつ。強すぎ。ええってなってる。うん。いや、コメントありがたいの。見るとも配信者ランクっていうやつがあってさ、で、それをキープするにも、昇格するにも、いるんよ。メモリア全部つけた状態でいけないかな、どうにか。ちょっと無理だったらまた考えよ、ここは。そっちはまだ早いかも。瞬殺だったんだけど。私が守ります。リル、気を引
世界一純粋生物さん、はい、コメントありがとう。そうなん、そうそう、 YouTube だったらそうだね、 あんま関係ないもんね、正直。ミルダムはな、そう、コメント同説とコメント入るかどうかがもうだいぶそれでポイントが変わっちゃうからでかいんよ、非常に。スマホがでもな、2時間しか持たんからな、もっと長時間やれたらマジで話早いのにな。原神と交互でやるか。手当てするわ。さすがに無理かなこれ。メモリア1個追加しただけだもんな。さすがに無理なんかな。PC で入り直した。ありがとう。ありがとうっていうか、了解。ビャッコさんいらっしゃい、こんばんは。手当てするわ。アタピョカありがとう。メモリア強化、一生強化、チャーム強化、オーダー強化、少しずつ進めるといいかもです。なるほど、多分これ負けると思うからちょっとずつ強化していこう。シャスチーさんごきげんよう。コメントありがとう。そうか、後ろの回復勢大事だな。シェアしておきます。ありがとう。今ウェーブ2よな。ここをサクッと倒さんと時間がもう足りんくなるよな。ユーザーさんいらっしゃい。メインシナリオのノーマルクエスト行けるところまで行くのが最初おすすめかもしれません。難易度的に。なるほど。ノーマルクエスト。メインシナリオでちょっと頭打ちに、なんか敵に勝てんなってなってきたんよ。で、ちょっとちょうど見直しよったんよ。今ね。そうそう。でも回復が一人しかいない状態で、あ、死ぬなーって思ってたから、今ならいけるかもね。おかげさまで。ユーザーさんごきげんよう。コメント消化していってください。そうね。回復2枚でだいたいいける。確かに。これまだ時間切れだね。早送りできんのこれ。え、何これ。気を引き締めていくわよ。早送りしたわけじゃないの今の。火力不足だな。なるほどな、時間切れがあるんだな。倍速かリタイアならできる。リタイア、倍速、あ、リタイアしよう。うん、これも正直もう負け確定だわ。これじゃリーダー失格だよ。間違えた。じゃあメインの方行ってみよう。
さあ、あぶねえ、危ねえ、そのまま行くとこだった。でこれもあれだね、これとこれってことやな。これで行っちゃおう。お姉様は私が守ります。リル、気を引き締めていくわよ。かまそっそかまそっそかまそっそがあるのか。ベッコさんこんばんは。サブアカウントありがとう。10話までなら半年前は苦労しましたが、今は強化要素が増えまくったので普通にやってれば楽勝だと思います。マジ？初心者に優しい世界になったんだ。それはええタイミングで始めさせてもろたな。あ、レジスター、今のか言ってたやつ。シャントナさん、これで最後です。そして頑張りましょう。もう3か。ディアマント、ブル、ちょっと前までボスの位置で出てきとったやつがもうちょっと半分雑魚扱いになるよね。足元で赤くなってるアイコンがバフで上昇してるって表示。あー、なるほど。あのあれか、今炎の攻撃が1上がってるってことか。なるほど。ユーザーさんごきげんよう。ディアマントと戦っております。うわ、回復強っ。全然いけそうやん。絶対勝てなかったのに。さっきは真っ赤だったでしょ、レジスターかかった直後。確かに一気にめちゃめちゃバフかけてくれるんだ。これもお姉様との特訓のおかげです。うわ、強っ。回復大事。回復大事よ。あ、これでこのあの素材パワーアップさせる素材手に入るわけね。なるほど。お姉様は私が守ります。リル、気を引き締めていくわよ。1回の勝負の制限時間が5分なんだな。リリーのカリスマも全体バフなので、レジスター持ちかカリスマ持ち入れときゃとりあえず OK。なるほど。ダブルだから熱いな。ああ、これでな。3段階とか4段階とか上がるんだ。上がる状態になるんだ。あ、自分だけめっちゃ強いお姉様、お姉様、自分だけめっちゃ強い。自分だけめっちゃええやん。自分だけずるいわめちゃめちゃ強くなってる。
あー、全体に2とか全部を2段階上げるんだ。それは強い。しかも回復もできると。ユーユーのルナティックトランサーは発狂強化した自己爆だからあの瞬間発狂してんのユーザーさんコメント、あ、コメント、あ、コメントありがとう、助かるよ。バーサーカーじゃな、お姉さんバーサーカーじゃん、バーサク状態に入るんだ。バフかかると回復数量も上がりますからね。へえ、てかめちゃめちゃ詳しいな、ほんまに。これはいけるな、これはいけたわ。いや全然違うんだな、なんかキャラとかその回復のやつ入れるかどうかとかで。はあ、ランクがどんどん上がる。アニメ見てるとユウがバーサーカーモードなのかよくわかるかも。ちょっと気になるな。ライム0712さん、こんばんは。コメントありがとう、コメント助かるよ。ついにやってきました、ユウリが丘女学院。アサルトリリーダウンロードあと半分あと半分。雷さんはパソコンでやるの？あのパソコンでやれたらいいんだけどな。ラスバレは指先より頭を使うゲームと初心者さんには説明しています確かにね、なんかテクニックとかそういうことじゃなくて、こう知識とかそう組み合わせとかそういうことが大事っぽいね。ラスバレ先生だなロディラスバレ先生だ。DMM 版の PC でできます。違うよ、 Mac なんよ。 Mac 対応してないでしょ、調べたんよ。 Mac なんじゃ、 Mac、 マッキントッシュ、 Apple 製の M1 チップ Mac なんよM1 チップ Mac に対応してほしい。ここの建物はすっごくいいよ。なんだか僕もなんか作りたくなってきちゃった。鉛筆とか用紙どこ？この子はなんか絵が好きなんだな。だんだん分かってきた。荷物を広げないの。絵が好きなのは分かってきた。着替えが地面に落ちちゃいますよ。マック用ベータ版があるんだ。あまり使えない。あまり使えないんだ。いや、Windows、やっぱゲームやるんだったら、そうなんよな。Mac だとだいぶ絞られるから。荷物を受け取ったからお渡ししたいんだけど。あ、はい。カナホ様と高根様は、お姉様が校舎を案内しています。姫香さんたちは、私たちがご案内しますね。まずは荷物を宿泊施設に運ばないと。ユーザーさんいらっしゃい。ここに泊まれるの？ごきげんよう。はい。寮の空き部屋の使用許可が下りましたから。新刊ですから、私たち1年生と同じ建物ですよ。あ、これ、その表紙。後でお部屋に遊びに行ってもいい？もちろんです。楽しそうだから私もお邪魔するかな。梅って書いて舞って読むのすごい珍しいよな。クレハさん、時々カエデさんみたいな反応するよね。
でもなんか充電しながらやる方法ないのかな。一瞬で激もうこ超高音になるんやな、充電しながらこのソフトやると。大丈夫カエルさん。マイ様はベトナム系。ベトナム系なの。ああ、なんか確かになんかそう言われてみるとこう顔つきというか目が特徴的だよね。納得感あるな。報告で席を外しています。すぐに戻るかと。なるほど、お二人はいつも一緒のイメージでしたから、高根様の横にカナホ様がいないのは不思議な感じですわ。それほどいつも一緒にいるわけではありませんよ。吉村天満だからね。お二人は幼馴染で、進学もずっと一緒でしたのでしょ。セカンドネームがあるの。お台場女子から今のガーデンに移られたのも、お二人揃ってとお聞きしております。ええ、そうです。腐れんと呼ぶには長すぎるかもしれませんね。なんか原神にしてもそうだけど、最近のゲームってボイスが豪華だよね。構いません、お聞きしておきたいことがあります。何かしら。高根様は体のどこかに不調を抱えているのではありませんか。特にマギに関わる部分で。ユーザーさんいらっしゃい。カエデさん、コメントしてってよ。チョコバナナさんいらっしゃい。申し訳ありません。伊沢さんコメントありがとう。ですが、今回の合宿の最中に徳方ヒュージが、チョコバナナさんごきげんよう。グランエプレにも協力をお願いすることになるでしょう。私は一つ柳隊の司令塔であると自負しております。名前忘れましたが、 iPhone には置くタイプの充電器あります。置くだけでデータも転送してくれます。データも転送してくれるんだ。なんか一応アンカーの アンカーっていうメーカーがあるんだけど、アマゾンとか使ってる人は結構知っとるかもしれないんだけど、の置くこの後ろで充電するだけのやつは一応持ってる。私は数年前の戦いで致命的な傷を負い、以来マギの需要量が大きく損なわれる後遺症を抱えることになりました。回復じゃないわ。充電しながら大丈夫な方法ないかな。一応なんかね、ちょっと調べた時に昨日調べたんよ。充電しながら長時間やる方法ないかなと思って、で保冷剤でめちゃめちゃ冷ましたらいいんじゃないとかと思ったんだけど、調べると内部で結露する可能性があるみたいな書いてあって、ほんまかどうかは知らんよ。一応ネットの情報だから書いてあって、でただ常温の保冷剤は大丈夫みたいなふうに書いてあった。常温だったら確かにその高温部分よりは低いし、でも室温だからそんな結論もせんわな。確かに常温の保冷剤ありだなとは思った。ソフトバンクで iPhone11 を買った時にすごく勧められました。なるほど、あ、ソフトバンクが対応してるあれなんだ。置くタイプの充電器、データ転送できるってすごいな。どのようなお話よ。あなたの世話焼きが過ぎるって話よカナホ。ヒカルさんいらっしゃい、ごきげんよう。コメントありがとう。そうなんです。ただ高額でした。高額か。充電するだけだったら、そんな、どんくらいだったの ?3000 円くらいだったかな ?3、4000円くらいで買えたけど、データを転送できないやつだと思うけど、俺が持ってるのはね。置くだけで充電できるパターンな。キリアムさんごきげんよう。よう羊さん、米紹介失礼します。ありがとう。コメント紹介助かるよ。海だ。
めちゃめちゃ海でテンション上がっとるよ。お二人とも海が好きなんですね。都内にいるとなかなか海に行く機会がなくてね。こういう海岸に来たのは久しぶりだわ。都内在住という設定なの？この辺りはヒュージの傷跡が多く残っているのね。見るからに激しい戦いがあったように感じる。なんか山に囲まれてるところみたいなところに住んでんのかな。なんか最初説明あったよね。あそこはもうヒュージの跋扈する土地ですから。グオー、シェンリンさんね。前回はほとんどお話できなかったけど。あ、いろんな国の人がいる設定なの。みんな日本語は喋れるんだ。何卒よろしくお願いいたします。クオシェンリン。はい、本日のコメント人数84人。クオシェンリンじゃない。ハッピー語みたいな、ハッピー語みたいな数字よね。本日のコメント人数84人です。っていうかガーデンからずっと一緒に歩いてきたのに今さら。クオシェンリン、あなたは姫香のライバルよ。ライバルですか？申し訳ありません、身に覚えがないのですが。アサルトリリーのアイドルリリーを目指す姫香より先にサムネを作ったついでに原神のサムネも一応簡単に作った。でも確かにライデン将軍の整ったお顔にエキゾチックな瞳、スラリとした手足。写真で見るより実物の方が美しいわ。ありがとうございます。違うわ、その手に乗ってはダメよ。姫か、姫かだって可愛さだったら負けてないはず。面白さだったら貞森の勝ちだね。そこで勝負はしてない。騒がしい子だね。でもとってもいい子だよ。あかりちゃんもクレハさんもね。はいはい、注目。皆さん、今日は遊びに来たわけではありませんのよ。ヘルボルとの合流までに少しでも力をつけておきたい、そうおっしゃったのはどなたでしたか？確か楓だったと思う。はい、そういうわけでこれより合同訓練を始めますわ。1年生は基礎体力をつけるため海岸をランニング、上級生の方々は戦術理解を深めるシミュレーションを行います。はーい、砂遊びしよう。砂遊び。なんか名前のところにちゃんと振り仮名書いてあるの助かるね。分かってらっしゃらない方がおりますわね。楓のやつ、随分と張り切っておるの。一体何があったんじゃ？彼女なりの責任感でしょ。頼もしい後輩をお持ちで羨ましいわ。さて、私たちも始めましょうか。百合ヶ丘の戦術、勉強させていただけるなんて光栄です。あ、カナホはカナホか。みんな頑張ろう。では、ランニングと基礎訓練が終わったところで、ノインベルト戦術についての講義を行いますわ。あら、ノインベルト戦術なら知ってるわよ。特殊な弾丸をチャームで弾いてパスするあれでしょ。姫香ちゃん、ご存知ないのですか？百合ヶ丘はノインベルト戦術の教育において世界レベルの実績を持つ名門中の名門なんですよ。辞書登録してあるのが夏場ですね。パッと出ないもんね。講義を受けられるなんて貴重な機会です。見逃さないようにしましょう。一発じゃ読めんわな。当然一通りの戦術はカリキュラムに含まれているけど、百合ヶ丘の専門教育に比べればまだまだでしょうね。楓さん、ぜひご教授してほしいわ。そうね。ではどうせだから基礎から説明することにしましょう。
チビック1号、あなたに説明を頼みますわ。私ですか？突然のキラーパスだね。わかりました。僭越ながらこの二川ふみがご説明させていただきます。二川ふみ。まずノインベルト戦術というのは、通常9人のリリーで行う集団戦法なのです。もっともヒュージの強さや規模によってこの人数は変動します。5人で行う場合は正式にはフンフベルトと呼びますが、総称としてノインベルト戦術と呼ばれることが一般的です。ちなみにノインベルトとは9つの世界という意味よ。マギスビアを9つの世界に模したチャームを通して成長させてヒュージに向けて放つんですよね。その通りです。最初の一人が特殊弾を使ってマギスフィアを生み出し、できたマギスフィアをパス回しすることでリリーのマギを一つの玉に込めていきます。なんかあれなんだろうね、星4が出たと見せかけて星5になるときに映像が出るんだけど、多分あれなんだろうね。ヒュージはこの一撃で倒せることでしょう。必殺技だ。その通りですが、この必殺技を叩き込むには相当の連動が必要です。何よりもリリー同士の連携が必須になりますわ。ユーザーさんいらっしゃい。そのためにもごきげんよう。リリーたちはレギオンという戦術隊員で編成され、普段から絆を深め合う必要があるのですわね、リリーさん。うん、いつも一緒にいた方が息が合いますもんね。あの楓さん、私が説明するはずじゃ。百聞は一見にしかず、お手本を見せてあげましょう。そうそう、新衣装確定演出は各所属レギオンのノインベルト演出になってます。なるほど、そういうことか。わかったわ。なんかこの各所属レギオンっていうのもこの各学校みたいなことなのかな。制服がさ、レギオン別で制服が分かれてるってことなの。なんかそのさ、そのこの学校って思ってたけど、レギオン別にさ、そのテーマ曲みたいなあるよね。なんかかかるよね。ちょっとそこがちょっと面白いなと思った。このゲームでちゃんとしてんなと思った。テーマ曲みたいのあるってなった。これもこのまま言っていいでしょう。リリさん、始めてくださいませ。うん、特殊弾をチャームに装填してノインベルト戦術いくよ。シンリンさん、かしこまりました。結構違う制服の人たちとも連携を密にとってやっていくんだな。お二人はそのままパス回しを、私たちはポジショニングを行います。ヒュージがいることを想定して動くんだぞ。実戦では動く敵がいるんだからな。味方のポケポコさんさんいらっしゃい。コメントしててよ。ユーザーさんいらっしゃい。お気軽にコメント。各学校に所属するトップレギオン的な位置づけが3体。なんだ、一つ柳隊だったっけ。ヘルボル・グラン・エプレって呼ぶの。ユーザーさんフォローありがとう。コメントし、ありがとう。コメント失礼します。コメント失礼します。ありがとう。よく見ておかないと。配信者からすればコメントはありがたいからな。一つ柳隊はトップではないけど、トップではないんだ。マギスフィアが育ってまいりましたね。今です。ユユ様、マイ様。了解したわ。こっちはいつでもいいぞ。お願いいたします。それし
かに受け取ったわ。これでパワーが私から行くわよ。増幅されていくのかな。あれをやる気か。いいぞ、任せとけ。そこ。ユーザーさんいらっしゃい。ごきげんよう。おっと、相変わらず激しいパスだな。私じゃなかったらロストしてるぞ。あなただからこそ出したパスよ。そう言われたら張り切るしかないな。そりゃ。なんかこのこれやってる時のさ映像かも出るがクリケットみたいだなと思った見てて。うひ、目が回っちゃいそう。十字の方向、敵ヒュージあり。十字の方向、FPS みたいな。オッケー、決めろ、ゆゆ。これで連携を取って戦っていくんじゃな。インベルト戦術、忘れないうちに日記に書いておきませんと。やったー、成功ですね、お姉さま。実戦で必ずしもこううまくいくとは限らないけれどね。数をこなして連動を上げないと。そうですね、私たちも頑張らなくては。できれば実戦で力と自信をつけたいところだけど。お、出たぞ。この声は敵か。出た。もう貞森、お昼さっき食べたばっかりなのにお腹の音鳴らさないでよ。姫香じゃないわよ。っていうか姫香のお腹を何だと思ってるわけ。ヒュージ出現、数は少ないけど。練習は一時中断ね。みんなの準備はいいかしら。グランエプレ出撃。グランエプレ出撃です。お姉さまは私が守ります。リル、気を引き締めていくわよ。さあ行け。こっちには回復がついてんだ。これでもなんか なんていうの、リリース当初からやり続けとる人とかものすごいダメージ出しそうよな。なんか信じられん桁のダメージを出しそうよな。ちなみにタゲをタップすると指定できます。あ、そういうことだ、そういうことだ。こうやったらこいつを集中的にやんの。っていうかこっちから倒した方がいいよな、どう考えても。これで最後です。911か。うん、対人戦だと9万くらいのダメージしてます。やば、9万。いいね。ヒットポイントが尽きてしまわなければまだ大体いく、まだ時間内にメインならもうちょい進めそうだな。ただまあこのでかいやつ硬いのか。まあ、3分はでいけるじゃん。
言うて。残り2分半か。お、決まった。これもお姉様との特訓のおかげです。行けましたね。初回クリア報酬獲得、火炎の心得かけ1獲得しました。火炎の心得獲得したらしい。え、ちょっと強くしようかな。こっから強化って、あ、下から、ん？あ、あるか。下からここ行けるな。整理整頓はできてる？私は苦。リリーを育てたいよね。これいいかな。一つ柳隊のリーダーとして。なるほどな。リリーとメモリアが別なんだな。あ、びっくりした。この辺はまだと。あ、この辺の素材使えるんだ。ガードヒール。強化完了。あ、一気に30になった。アイテム素材はないんだ。オーダーも強化して装備したい。オーダー悪魔鷹さん、コメントありがとう。マキヤさんかな、コメントありがとう。リリーじゃなくてリリーでしたね。あ、確かに。余裕が出てきたら公園の猶予を支援か、妨害にするといいですよ。なるほど。あ、なるほどね。回復じゃなくて違うタイプのやつを入れた方がいいと。なるほど。戦乱神楽さん、コメントありがとう。なるほど、なるほど。オーダーも強化して装備した。オーダー、オーダー、もうちょい。第1章5話決戦まで待たねえけん。第1章5話まで早く行きたい。チャームは強靭になるわ。強くなる。今なんぼよ。メインでしょ。あ、じゃあこれじゃないや。第1章5話とは、これ今第1章、あ、もうちょいやん、もうちょいやん。いや、もうちょいじゃないわ。この3話の中で15まであるってことか。ちょっとやらんと進むまでだね。もうちょいやるね。もうちょいやるわ。なるほど。オーダー装備まだなんですよ。そうなんよ。いや、そうなんよっていうか、そうみたい。ほんと、昨日始めたばっかりで、そう、全然進んでないよ。気を引き締めていくわよ。なんか落ち着きたいんだけどね。進めれるとこまで進めて。ランク4になりました。あ、これアサルトリリー始まった。
3日徹夜でやり通してレベル100まで上げた50代男性をしてます。健康が50代男性ってちょっとあれだな、健康が心配になるな。最近の50代は若いか、好きなんだよね。米3号さんごきげんよう、コメントありがとう。そうか、徹夜3日徹夜レッドブル必須やな、レッドブル必須やわ。無理しないで。あの、延々やってしまう感じもわかるね。死ぬんじゃないかと心配だった。いつ見てもログインしてたのでほんま好きなんだな。そんだけハマれるものがあるっていうのは幸せなことよね。鈴江さんごきげんよう、みーみーさんいらっしゃい、コメントよろしくね。65歳のおばあちゃんもアサルトリリーラスバレをしてみようとしています。私ですなんかちゃんと理解できれば楽しめそうだね。でもいいよな、ゲームって年齢関係なく遊べるからさ。やったー。はい。現在12になったよ。メモリアコストが144まで。だから強いメモリアをいっぱい装備できるようになるみたいなことなのかな。コストがの 上限が上がったということでね。ゲーム楽しいね。楽しい。ゲームええよな。結構石もたまったんだよ、ギフトボックスに。あ、ギフトボックスもちょいちょい見てみてけんね。気を引き締めていくわよ。アムラシンさん、コメントありがとう。みんな、行くよ。無理しないで。ごきげんよう。今日あれだわ、コメント人数94まで来てる。今から放置してお風呂、入ってきます。いってらっしゃい。三月ガチャを55年まで引くと確定で好きなの1体もらえるので、なるべく55まで回すのをする。なるほど、そうしよう。もう一回何にしてもガチャ引けるか。90のしげるさんかな違うかないらっしゃい。あごなし運送さんいらっしゃい。コメント気軽にしてってね。手当てするわ。ウェーブさん、ディアマント、アゴナシュンソさんごきげんよう。コメント残してってくれるとありがたいね。そういうのがあったらマニュアルでレアスキルだけでも使うといいですよ。レアスキル
あ、こういうこと？なるほど。なるほどなるほど。オートの上ボタン、なるほど。リュウシン64さんかな、ありがとう。いや、こちらこそありがとう。オートの上のボタン、サルジグケイトさんかな、コメントありがとう。顔文字さんの方いらっしゃい。黒猫ランランさんいらっしゃい。名前と同じ顔文字。コメント失礼します。ありがとう。コメント助かりますせ。ガチャ行ってみようか。ここから行けん、あ、受け取るか。こっから一気にメイン、あ、ホーム画面これか。あ、これで戻れんのね。これは？これいろいろもらえんの？バトルでスキルを発動できるメモリやユニットに編成することができる。もらった。ユーザーさんいらっしゃい。コメントを気軽に。なんかいろいろもらった。火属性のメモリアを進化させるためのアイテム。いろいろもらう。いろいろもらった。あれ？一括で受け取れきれんかったのかな？はい。以下を受け取りました。ラムネ。だんだんこれ AP も足りなくなっていくんだろうね。あれ、まだある？はい、いただきました。実績達成。実績で強くなると本当新しいよな。やった。ユーザーさんごきげんよう。ガチャ行こう。水着のガチャ行っちゃおう。水着のガチャ、これね、水着ガチャ行っちゃおう。1500だから2回いけるね。実績は大事。プレゼント応募もあるんですね。はい。あ、コメント人数100いったわ。さあ、いいの来い。いいの来い。壁ドン。クラウソラス。騒々しい膝の。はい、マリさん、コメントありがとう。今、ガチャ回し中。お、これは星4のやつ。なるほど。なるほど。今回は星4。星4か。もう一回行けたよね。はい。さあ行け。ユーザーさん初見です、こんばんは。メインストーリー1話クリアしました、おめでとう。ガンガン行くね。さあ来い、さあ来い。これなんかもあったな。ちょいちょいセクシーなの出てくるな。アイドルリリー。
ハイトスディディの人った。なるほど、星4までか。なるほど。TSJ さんコメントありがとう。ガチャは金が最高レア確定、それ以外は昇格に期待かな。あ、なるほど、昇格して強くするしていく感じ。あ、違う、あれか、星4とかになったらこう発展して星5にこう演出が入ってのパターンか。あったね、星4かと思いきや演出入って星5出たみたいな。メモリア、なんかもうかぶったやつってもう積極的にあれ突破のあれやっていったらいいの。とりあえずこれやるか。なんか1個のやつを強くしていく方がいいのか、なんかこうまんべんなく強くしていった方がいいのかっていうのちょっと考え、どのゲームもそうだけど考えるよね。昇格演出ですね、昇格演出か。4突していいです、限界突破ね。なるほど、限界突破も、もうかぶ、じゃあかぶったらもうかぶっただけ限界突破していきゃいいか。え、これさ順番あるの？この2のやつを親にして素材としてこの2のやつを使ったらどうなるの？そう、順番ある、ある。今はまんべんなくかもしれない。素材が手に入るようになったマックス。なるほど。これ素材としてやっても同じこと？あれも見てなかったの。このさ左側のやつさ2って書いてあるか、もう一回戻してもらえれば。例えば これにやるじゃん。んで素材選ぶじゃん。この左側のこの2って書いてあるやつってさもう突破しとるやつってことよね。これをこの素材として使ったらなくなるの？これを親にしてこのまだ突破してないやつをやらないといけないの？それとも同じことなの？一緒のこと？一緒なのかな。あ、でもこれで2段階上がるから一緒か。大丈夫？そうだね。左のあれがあれだ、あれがあれだからあれなるか。あれがあれだからあれなるか。ちょっと不安になったな、今。なるほど、ありがとう。じゃ、被ってるやつはもう片っ端から、あれしてて、じゃ、このままやっていいってことよね。これ、あ、さっきので貫突。なるほど。2しかになるな。これもいっちゃうよ。ユーザーさんいらっしゃい。あ、かん、あ、じゃあ突破できるやつがこの上にあるんだ。っていうことなんだ。ユーザーさんコメントありがとう。それは一つできましたよね。できたね。
じゃあここにあるやつはもうどんどんやっていけば。なるほど、こうやってやっていったらいいんだ。カナホ水着進化できますね。進化できる。進化。進化。あら、これいらんことした？大丈夫？いらんことした？星はガンガン突破して枠開けないとパンクします。なるほど。限界突破。レベルを60まで上げるとカナホは進化できます。進化できるんだ。レベル上げていったらいいの。お、これでいけたか。やった。マギを宿すことでチャームは強靭になるわ。あ、2時間になったの。ちょっとデータ取るわ。日々の鍛錬を欠かさないことね。23606 23606。この1時間2205。やっば、マジで言ってる。同節7から8くらい。え、ギフト入ってなくて2200ってやばいよ。すごいよ。37051。マジ ?20657、20657。昇格目安マイナス13445。降格目安プラス2949。はあ、だいぶすっきりしましたね。おかげさまで、ありがとう。どうしようかな。ちょっと充電なくなるわ、これ。ちょっと一回原神挟もうかな。ちょっと待ってよ。充電も 20% になろうとしょうるな。なろうとしょうるわ。ちょっと一回切って、原神挟んでまた充電して、戻ってこようかなと思います。うん、いやー、ちょっとこれね、マジでこのゲーム右も左もわからんかったからちょっと助かったな、ほんまに。うん、まあまた近々やると思ったけど、てか極力やれるときガンガンやると思うわ、これ。この感じだったら。あ、ユーザーさんコメントありがとう。うん、頑張ってください。仲いいフレンド、広島人いますんで。広島人おるん。広島人おる。広島人も頑張っとんだ。そうそう、俺もちょっと広島人としてちょっとあれしよう。アサルトリリーもちょっと頑張っていこうか。うん、ちょ、トリマー充電せにはいけんわ。いや、これもうこういう時パソコンだったらもうガンガンやれるのにな。マジか。ちょっとまあ、原神に移動するわ。でもまた多分、充電できた頃にやると思う。あ、ほら、出たよ、ほら、出たよ。この感じだから。うん。じゃあ、そんな感じで。枠変えてタイトルとサムネ変えて、原神始めます。じゃあ、一旦終わります。ありがとうございます。